よいしょ、帰ってきました。今日はね、作りました。ほうれん草ベーコンチーズ炒めちょっとね、栄養のあるもの食べようかなと思って、そう、今日はダーン、ナビいます。これ食べて、あと一品食べて、今日はもう終わりにします。よいしょ。じゃあいただきます。まあ、適当に作ったんでね、わけ、あ、ちょバターがなかったからね、焦げちゃってる。ピザっぽい。油引くの忘れた。焦げてる。いやー、寒くない？これさ、寒さとか暑さって人によって全然感じ方違うよね。これ暑いのは全然平気なんだよ、マジで。全然平気。なんだけど、そういう時ってさ、冷房をキンキンにする人いるじゃん。前から言ってんだけど、俺それが苦手なのね。寒いのが苦手だから。で、冬はものすごい寒がりなの俺。でもさ、その中でもさ、結構半袖とかさ、いたりする人もいるじゃんね。え、よいしょ、よいしょ。今日はね、寒いんで鍋焼きうどんにしました。コンビニのこれうまいんだよね、冷凍のやつね。これね、好きなんだこれ。久々食った。つまみにはならないから食わないんだけど、あんまり。で、温まろうと思ってお湯割りにします。今日はお湯入れてあります。そう、うまっ。お湯割り、あったまる。最高っす。これうまいよね、コンビニの。どこのコンビニもこの冷凍のさ、鍋焼きうどんってスーパーよりもうまい、これは。
たまにはこういう優しい食事もいいね。彼女からさ、ブリ食いすぎたからやめろやめろとかやるし兄貴さすがいるからやめろって腹言ったいんだけど、兄貴さすがいるからダメだよ、マグロも禁止とか言って安いからさ、刺身さ買っちゃうんだよ。うん、もっと栄養のある消化にいいもの食べなさいとか言ってちょ悪くなるのと一緒で、寒くなるとさ暖かい夏が恋しくなるよね本当に。でもだからこそクリスマスってあると思うんだよな。なんかこう気持ちがホットになるじゃん、見てるとさ、イルミネーションとかさ、寒さ忘れるじゃん。イルミネーションなんて屋内でやったら全く面白くないじゃん。あれ極寒の中で見るから綺麗だって。そうなんだよ、それが希望なんだよ、あの光が。屋内とこで体育館とかでキラキラさしても面白くもなんともないんだよ、うん、ものすごく寒いからものすごく綺麗に見えるんだよねあれって。絶対そう、うん、みんな辛いからさ寒いのさ、焼酎お湯割りは温まる。本当に。なんかコメント見てると新しい視聴者さん増えてきたよね最近ね。昔からいらっしゃる方もいるんだけど、うどん優しいわ。今日もね、その彼女から刺身禁止令が出なかったらこれ食ってなかったよ俺もう刺身食うなって言われてるから俺食っちゃうんだもん俺刺身。安いしさ半額なりやすいしさ、
あー、うまかった。消化の良い食べ物を食べました。今日はね、ゆっくり寝たいと思います。明日の食べようか。体調に移だね。ということで、またね。チャオ。